私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。二度目の盲腸の手術を終え、退院した中居正広さん。病気で激痩せしたが、復帰に意欲的で、今年の珍プレー吉見プレー大賞の VTR に登場する予定だ。フジテレビの発表によると、今回番組のマックは元日本テレビでフリーの徳光和夫アナウンサー、アンタッチャブル山崎弘成さん、俳優佐藤隆太さんの3人が務め、中居正広さんが選ぶ珍プレー吉見プレーの特別企画も放送するといいます。体調不良によって11月から芸能活動を休止し、年内休養を今月2日に発表した中居正広さん50が、11日19時から放送の特番、中居正広のプロ野球珍プレー吉見プレー大賞2022おかげさまで40周年。珍プレー永遠に、SP、フジテレビ系に VTR 出演することが明らかになりました。番組に VTR 出演する中居正広さんは番組にメッセージを寄せ、視聴者に対しては、1年の締めくくりは珍プレー、そしてプロ野球でお楽しみください、と呼びかけています。スポーツニッポン、スポニチが関係者に取材したところ、プロ野球珍プレー吉見プレー大賞2022は11月末に収録し、中居正広さんのメッセージ VTR 収録は11月4日に休養発表する直前に行われたとのことです。番組関係者は、誰よりもオンエアを楽しみにしているのは中居さん。番組を見て元気になっていただきたい。来年はまたマックを務めてほしい、と語っています。番組に出演する、なにわ男子の藤原丈一郎さんも、みんなが中居さんを支えるような形でいい雰囲気でできたかなと思いますので、中居さんもぜひこの番組を見て元気になってくださったらなと思います、ね、とコメントしています。大の野球好きで、2015年から同番組の司会を務めている中居正広さんは、今回の収録への参加を強く希望していたそうですが、体調不良による体力、筋力の低下もあって、身体の回復を優先することになったとしています。週刊誌、女性セブンによると、中居正広さんは、プロ野球珍プレー吉見プレー大賞、以外にも年末に、マックとして前回出演したという生放送特番への出演オファーもあったそうなのですが、体調の回復が遅れたことで出演を断念せざるを得なかったとしています。中居正広さんに近い数人の関係者たちは、年内休養を発表する前から、年内の復帰は絶望的だ、と感じていたといい、中居さんと親しいテレビ局幹部は女性セブンの取材に、病名は絶対に言えない。肝硬例が敷かれていて、ごく一部の限られた人間にしか正確な情報は伝えられていないんです。と語ったとしています。週刊、身長は10月時点で中居正広さんが7月に急性虫垂炎の手術を受ける前後に盲腸がんが発覚し、9月に腫瘍の摘出手術を受けていたとの情報を伝えていました。この報道から1週間以上が経って、中居正広さんは自身の公式サイト上でコメントを発表し、担当医らと話し合った結果、1ヶ月程度休養することを決断したとしていました。それからさらに1ヶ月が経って個人事務所、のんびり中居は、体力、筋力の回復を図るコンディションまで整いませんでした、として、年内いっぱい休養することを発表しました。女性セブンの取材によれば、中居正広さんは11月に再び手術を受けたそうで、発表では具体的な病名も体調も伏せられたままでしたが、11月に再入院して再び手術を受けたと見られています。と芸能関係者が証言しています。二度目の手術は当初数十分で終わる予定だったそうですが、手術が難航したことで数時間に及んでいたといい、オペ室で不測の事態が起きたと聞いています。一口に腫瘍の摘出手術と言っても、その部位によっては実際に手術をしてみないとわからないこともあるようです。とも同関係者は語っています。ただ、中居正広さんに近い人物によれば、
再手術を終えてすでに退院しているといい、ほうも体も痩せこけてしまっているそうなので、とにかくきちんと食事をとることに注力しているといいます。本人は復帰に意欲を持ってしっかり生活していますよと現状を明かしています。週刊新潮や女性セブンの報道が事実であれば、中居正広さんは今年3度も手術を受けたことになり、満身創痍の状態にあるにもかかわらず、休養発表後の11月19日に収録が行われた中居正広の金曜日のスマイル TBS SK2 電話出演し、番組に初登場した嵐二宮和也さんと軽快なトークを繰り広げていまし、他にも、キスマイフトに藤ヶ谷太穂さんが代打を務めているラジオ番組、中居正広オン&オンエアー、日本放送の12月3日放送回では、ちょっとずつですけど、良くなっている、日常生活を取り戻すまでには至っていないのかな、との肉声コメントが放送されました。中居正広さんは、ファンや仕事関係者などに余計な心配をさせたくないとの思いが強いようで、休養発表前に出演した番組でも具体的な病名や症状などについても明かそうとはせず、元気に振る舞っていました。しかし、10月に入って一度復帰するも明らかに激痩せしており、その異様な姿からより多くの心配の声が上がっています。中居正広さん本人としては、ジャニーズ事務所から独立し、仕事を失うことへの心配などもあって、早期の仕事復帰を目指しているとも言われ、2日に事務所が発表したコメントでも、新しい年が始まる頃には活動を再開できるよう、年内は静養いたします、としていましたが、あと数ヶ月はゆっくり療養して、健康を取り戻してほしいと思いますね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。